お約束のおっぱいタイム。はい、こんにちは、ブルコスでございます。まあね、せっかくね、おっぱい堪能してらっしゃるんですが、男性視聴者の皆さんはチャンネル登録ボタン、グッドボタンを押してからまずは動画一生進めてください。女性の方は下品ですいません、そんな僕でも好きだっていう方はチャンネル登録ボタン、グッドボタンを押していただけたら嬉しいでございます。ということでね、本日は皆さんを白亜紀の時代に、約6500万年前の時代にお導きいたしたいと思いますんで、ぜひお付き合いくださいませ。さあ、皆様の目の前に現れますのは、なんと人間です。人間は約20万年前ですね。に、現れたんですけど、今からね、彼はね、20万年前から6500万年前の旅をします。で、まあ、よくブラキオサウルスとかさ、ティラノサウルスとか、ステゴサウルスとか、いろいろこう出てくるんですけど、ジュラシックパークでね。まあ、残念ながら、ジュラ紀と白亜紀とで、それでもね、数千万から1億年とかの違いがあったりするんで、まあ、今から出てくるティラノサウルスは白亜紀の頃に出てきた恐竜なんですけども、まあ、残念ながらね、ブラキオサウルスと同じ時代にいないっていうことなんで、ジュラシックパークは結構ごちゃごちゃになってます。まあ、でもあれは DNA から再現させたっていう話だから、現実にはそういうのは起こりえないということなんで、まあ、そこは皆さんご理解いただけたらというふうに、まあ、ちょっとした恐竜図鑑なんかみたいな感じで分かりますからね。やつの地霊、やつの血のやつっていうのは あれでいいのかな。でしかも こいつもさ、エイダとさ、カーラがどっちかどっちってよく分かってないよね、多分ね。やつってジェイクのことだと思うんですけど、うんうん、そういうことです。さーて、でこっからちょっとね、ありえない化け物タイムになりますんでね。あ、やだやだ、ほいほいほい、ドリューさん、あいたあいたあいた、大きい声。ちなみにインドミナスレックスっていうのはなんかちょっと、うおおおおお、あ、ちょっと待って、あれ、What? なんで、ほい、オッケー、はいはいはい、縮こまって、はい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 、急激な熱によって縮こまって、許さんと言われて、許さんと言われても、あ、ちょっと待って、はいはいはい、はい、パンチいっぱいしてあげるから、あ、ごめんね、男でごめんね、女に殴られる方がもしかしたらご褒美かもしれないけど、ウルトラパンツ、あ、もうほんとちょっと、ただおい、おっさん変態、よいしょ、あ、これ今食らったのかな、わかんない、おっと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 、これだけ踏み潰されても生きてる。あ、あ、ちょ待って、あれ、あ、これ終わったリオンって、あ、いて、あ、普通に生きてる。どうやらティラノサウルスよりは破壊力がなさそうだということで、もう別にこれいらないし、どんどん撃っていこうか。あ、なんだ、あ、もう来た、ゲディンサイド、おっさんが来た。こいつってあれだっけ、ビルから一緒に逃げたときに運転してくれてたお兄さんだで、このゲームの優しいところね、バイオ5と比べてオーバーヒートがしかなかった。もう早くここから逃げたらいいのに、というか何が起こってるんだっていうのが事情もわからないままにさ、たまたまここに車で突っ込んでくるって、こいつどんだけ悪運がねえんだ、あ、悪運が強いって言ったらいいのか、よくわかんないけど、おお、意外と賢いんだよね。黒ド、気をつけろ、わちゃ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 、お目玉ちょうだい、本当のこいつが目玉親父、おまたくぐります。あ、もちろんです、もう この弾が尽きてもこいつが生きてるようだったら、もう私は諦めようと思っているんですが、これ当たってる、当たってない気がする。あ、食らった、全然食らってる気配で、血しぶきが飛んでないからさ、あ、ここまで来たのに残念だね。お疲れ様でございました。来世ではきっといいセミになれるよ。キャー、最終決戦だ。オッケー、こっからが本番らしい。やつの死を悲しいものにするんじゃないよ。なんか 何事もなかったかのような感じにさせられちゃって。早くこけろ、おめえも。うらうら、あ、じゃ、こんなスペースか。あれ、さっきもスペースだったっけ、よくわかんないけど、とりあえずもらいたくないおっさんのパンチ。
中年 VS 中年やな。よいしょ。でまたこれ大きくなってってるから、まあだからご立派に大きい。ああもううるさいね本当に。何時だと思ってるの。もう夜中の12時半よ。アラサーがそんな時間に、アラサーというかもうもろにサーティーなんだけどね今私ね。そんなのは誰も求めとらん。まあとりあえず、あこっち来る。おうおうおお。じゃあとりあえずまあ、あこれがさっきあれか、くるっと回して、はい、破壊されたあれなのか。とりあえずちょっとポイントをシコシコと貯めていくでしょ。あいてててあいつの間に食ってた。いてて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 。あ、じゃあすいません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 。そんなあなたに、そんなあなたにプレゼント、こういう食らってねー。ほい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 。あだ誰に攻撃してんの。どうしようかな。あほいほいほい。あ思いっきり背中拾ってるって。あよし、戻りいいんだ。今の言葉は良くない気がする。から背中から攻撃。ほい。じゃ馬乗りアタック、スペーススペーススペースススウルドラ一個余ってた。そうまだ生きてんだよね。あれドハーバーいらないっすね。うってだから急にほい。であそっかもうねえんだ、しまった、ミスターなんだなんか今勝手におお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 お。10点満点中4点あげよう。ほい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 。まあとりあえずもう弾が余ってくからダメージさえ食らわせられればどこでもいいやっていう感覚で今やっちゃってますね。ほい、あーはい、切り刻ん。おのれーおのれー、ルッパー。オッケー、ウルトースまだ生きてんのか。しぶといでゴメスね。でもね、これね、僕使ったところでしゃあないからね。ほら。だからどこ行くのよ。尻尾。まあでも、まず間違いなく言えるのはインドミナスレックスの方が強いと思いますよ、これはね。あ、やった、救急スプレー。ファントマ。これまた来てる？あ、違うね、いないね。おお、なんかもうお怒りモード。あー、うるちゃい。背中。あー、終わった。相手まんまちょっと拾いきれなかったですね。まあそういうことも。あーるさー。まあ、ということで、まあ一旦終了ですね。真実が知りたい？レオ。あなたが知りたい真実は上よ。まあ、ここでね、なんて顔してるのかしら、レオみたいなこと言ってるんだけど、確か。よく覚えてないですけど。このあとね、なんで飛来信号落ちてんのっていう種明かしが、ね、映画編であったりするから、エレベーターで上。Let's go。What's wrong? Nothing。Let's go。Let's 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 go over here。さて、ほんで、あそか、エレベーターにエレガントに乗ってってるんだね。こんな時にエレベーターに乗るってマジで、まあ階段で登るほどの高さじゃないからあれかもしんないけど、マジあれだよね。バイオシックスのさ、最初のゾンビに襲われたのもさ、エレベーターだったじゃん。そういうの鑑みたら怖くてエレベーター乗れないっすよね。そうなんだ。なんで彼女は赤い服になったり青い服になったりするんだろうか。あんな早着替えができるなんて思ってもいなかった。すんだっす。プル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 ピョン。マトリックス。そや最近マトリックス見たんですよね、久々にね。リロードとデボリューションする。この話したっけ。うん、まあ、ちょっとね IT 関連の仕事をねずっともうやってるんで、まあやってるっつったら6年くらいですけど、よくね、5年か。うん、まあその視点でね改めて見たら、あれほんとよくできた映画だよなって思うよね。ああガラスがお耳に入ったら痛いでやんす。そう、あいいケツ、お尻お尻、
なんだなんだなんだ。なんであんなエレベーター落ちてるの見て。ちょちょちょ。おい。おい。Simmons! Simmons and Adrian! He's still alive! そう。really shouldn't have ditched the helicopter. 何が活性化してこうやつが生きているのかみたいなね。まあそっか、やつの血で C ウイルスを強化したからなんだろうね。とりあえず登れるところまで登って、まあ、走りましょう。まあでもここは確か正直傍観してていいんじゃねっていうところなんですけどね。まあ一つのパートでボスを二度味わえるという楽しみがあるっていうことで、そこは皆さんお楽しみくださいな。You're going down, Simmons. でも今なんかちょっとお楽しみしてるからね。あとこれを狙う。なんかすげえ逃げてってるし。てかなんかさっきからさ、ゾンビがヒャー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 言ってる気がするんだけど。ほら降りてきた。どこに来たんだな。あ、いいな。あざす。あ、ここか。こっから降りてくるか。そうなんだよね。ビーストモードになってくれてないと。おい、これだって食らってるかどうかわかんないですよね。また来た。ここからゾンビパー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 いける。鼻息パー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 いける。おい、おい。あ、今度マグナムだ。ミッキー。定期的に出てくるピンク。ウェーイ。あんまり俺これやらん、何もしなくていいんじゃないかっていう。傍観してて。おおおお、崩れる。急いで急いで逃げる。これ まさかだけど、まさかだけど、Come on, はいはい、行く行く。こういう時のコンピューター早いですよ、ね。Always get stuck with the bug. 飛行機って遅かったのに。はい、肩パンしていいから。はい、連れて行きな。注意。オッケー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 。ほい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 。ああ来たー、変態変態ゴリラ。あ、ゴリラはあいつだ。ちょっと、ちょ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 、急すぎる急すぎる急すぎる、びっくりした、やばい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 、急いで急いで急いで、ちょちょちょ、なんかうまくうまくクリックがうまくクリックがうまくクリックが、ちょ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 、ああああ、ありがとうありがとう、誰かわからないけどありがとう、まあきっとエイダーなんだろうけどありがとうありがとう、ワン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 、早く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 、早く、おちょ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 、ふん甘いぜ、キック落ちな、貴様ごとき。それができるのはミライドンとコライドンだけなんだよ。崖つかまり。あーやばいな。あ、どん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 落ちていく、どんどん落ちていく。おおお。てかシンプルに下手くそだな俺登るの。あ、なんか追いついた。きっと追いついてる。この足ぶらは多分。Let me help you up. ね。Can you help me? あーちょ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 。あーやられた。Ada。そりゃあ今カナより元カノが大事だったりする瞬間ってあるんだろうな、男にとってはな。でもやっぱり今の人を助けにした方がいいと思うぜ。エイダ、can you hear me? さりげなくパイタッチしてんだよ。あ、透けてる透けてる。でもこれがあんま意味ないからね。それよりもね、こうやってね、こうやってこうやってこうやって、お前に用はないって言われても、お前に用はなくても俺はこの子に用があるからさ。目の保養。Not if I can help it. あ、なんか喋ってる。くる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 。Come on, wake up. もうちょっといい角度ね。もうちょっといい角度ね。無理か、無理か。If you're really Ada, 起きといて。I know you can pull through this. これあれなのか。今のうちにダメージ与えてたらちょっと本戦が楽になるとか。あ、でもあ、スナイパーライフル持ってる。へえ。あ、ちょ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 。いやー、ちょっといい目の保養タイプなんですよ。ごちそうさまでございます、エイダさん。変わってないのね。I was just resting my eyes.お目覚めたい。さあやろうか。おいおい、あ、ちょ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 、おお、ノータイムで。あ、もちろんです、もちろんです。おんな、おお、急なヒューマンモード。あ、痛い。そうなるくらいだったら普通に攻撃したらいいのに。あ、なんかめっちゃアイテム落ちてる。なんで、まあ、彼ってしつこいでしょって言われてるんで。よいしょ。ほいほい。これでもあれかな、顔打った方がいいのかな。でもさ、顔打っても全然死ななかったじゃん彼さ、電車の時で思ったけどさ。ほい、こっちに向けて。なんかね、うまくね、押した方向ってやっぱね、キーボードだとね、かわしてくれないっていう傾向があるから、そうなるくらいだったらね、もう普通に遠目から避けてった方がいいかなと思って。今あんなちょっとダサいプレイしてる。下でゾンビがめっちゃ
歩いてる。あ、ちょ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 、あ、でもこれあれか、不平平タイムか。あの、大してダメージの食らわない。いや、食らってんな、食らってんな。よし、オッケー。さあ、貴様もゾンビに食われるお時間でございましょう。ボビパンチ、残念だったな。エイダは俺のものだ。うわー、言うてる。あ、いてて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 、ほら、あ、縮んだ。頭から入ってたのがなくなってる。ハゲ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと、こっちからは来てないね、大丈夫かね。ちょっとこのハゲー、甘いぜベイベー。ふん、うふふ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 ふ、あばい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 。あー、ちょっと、おー、まあ女に手出したの、女に手出すのと届き物やな、ここから。あ、でもこれ不平平タイムやな、多分。あ、やっぱり不平平タイムや。気持ち悪い。違う。おー、もうなんか見なきゃいけんだもんね。体が割れる男ってやっぱモテないと思うんですよ。そもそもいないか、体が割れる男なんか。お前誰に抱きつこうとしてんの。そんな奴はキック。あれ、生きてた。珍しい。よし、飛んで、ま、手に入ったから。違う。あ、ちょっと待って、急に、あ、急にムービースイーン、びっくりした。あー、ご褒美。ちょっと待って、助かりたいか、死にたくないか。あ、おう、もうその足をふんってやったら終わりだったのに、わざわざこうじらすから、君に脇腹をちょっと脂肪吸引されて終わるんですよ。遠い。めっちゃ余裕してんじゃん。めっちゃ余裕じゃん、こいつ。弾装填して終わりだもんね。なぜだ、エイだって。しつこい男が嫌いだからよ。まあ、最後にあの、ねえ、抱っこしてもらえたからいいじゃないですか。ご褒美ですよ、あなたにとって。あっち、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 燃える。ファイヤーバーニング。くぅ。こうなったんだから。さあ、言っちゃいけないけどさ、行けよ。いやー、本当に。でもね、このムービーシーンが終わるじゃないですか。このムービーシーンが終わった、さらにその次の瞬間にはもうね、やつ復活して押してくるからね、あの、襲ってくるからね、本当に。マジでドラになっとんのってね。ねえ。See you down the road, Leon.Ada! What are you waiting for? Go after her. そういや、あの、この間全然話変わるけど、白ミルガイっていうのを初めてね、あの、自分で調理して食べてみたんですよ。あの、家でてか実家で、あの、牡蠣をこう外したりとかしたことあるんですけど、あれめちゃくちゃ大変で、で白ミルガイ超簡単だったね。まあ、見た目はあの、うん、あの、ちょっとあんまり苦手な人は苦手なちょっと見た目をしてるかもしれないですけど、あの、ちょっと男の子っぽい見た目をしてるんでね、この食品が苦手。ただ、ね、めっちゃ簡単で、あの、普通にそのナイフとかで刃先でもう貝柱スッスッてもう本当に秒で外すんで、秒は言い過ぎや、1分くらいもあれば外せて、でお湯で、貝に包まれてなかったところを、まあ、15秒くらい湯がいて、でその後に全体をあの15秒くらい湯がいて出したら皮がスルッて抜けて、あとはもうお好みの一口サイズに切ったら刺身がすぐ食えるっていう、最高っすよ、ね、なかなかやっぱね、たまたまイオンで見つけたんですけど、まあ、なかなかあんまり見ない機会だったんで、これを思い切ってちょっと買ってみよう。若干値段張ったんですけど、まあ、それでも僕貝大好きな、貝が一番好きなんでね、あの刺身系というか魚介類の中でね。 Enough is enoughね、こんな真剣な話をしているのにね、そんな全然関係のない会話なんですけど、そっち近いよ君。ほら、ご褒美でさっさっしてやるぜ。こいつね、近寄らなかったら大して怖くないからね。あれ、ちょっと待って、いるっけ。あ、ちょ、はい、痛い、それは私です、それは私です。妹を助けられなかった恨みを俺で晴らすのやめてもらっていいですか。どうにかしないとな。まあ、どうにかしたいんですけど、どうにか、あ、痛い、近づいたからこうなるんです。よいしょ。あ、痛い、ほい、はい、終わりです。
これがなんかあれだもんね、あの小映えになってるというかもうね、ハエになる前兆みたいなね、腕がいっぱいおてて、もきもきもき入ってきてるけど、そしたら、なんかすごい中途半端なところになって恐縮なんですけど、確かここら辺のどこかにエンブレムがあったと思うんですよね。どこだったっけな。あれ、エンブレムどっかなかったっけ。あった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 。これだ、これ壊してなかったんですよ。オッケー、これでレオン編のエンブレムコンプリート。Thank you very much。ということなんで、まあ、やつが食われているところを横目に見ながら、すごい傍観してるやつです。お前食欲ないの？大丈夫？目ギラギラ。銀ギラ銀にさりげな。あ、全然食らわないじゃん。あ、君らは俺に興味ないけどね。ありがとう、ありがとう。まあそんなことをしつつ、まあ一旦ね、ここで区切りにしたいと思います。もう次回でラストパートになると思いますので、チャプター5意外とあっさり終了しますね。はい。まあということでね、また次回パートでお会いできたらと思いますので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンを押して明日もお楽しみください。ではまたお会いしましょう。バイバイ。